これより第3クォーターに入ります。慶明学院高校のキックオフ、キッカー18番関西学院リターナーは15番と11番チープキック、関西学院これを自陣35ヤード近でリカバー、関西学院の攻撃と変わります。関西学院自陣34ヤードからファーストダウン点、右オープンにカットバックし、そのままオープン展開し、エンドゾーン飛び込みタッチャー、関西学院6点獲得。関西学院トライ4ポイント、キッカー17番、ここでホルダー11番ボールをジャグル、自らキープしエンドゾーンに向かいましたがタッチされ6点止まり。関西学院中学校31点、慶明学院中学校0点。関西学院キックオフ、キッカー17番、慶明学院リターナーは10番と85番。チープキック、このキックは慶明がキャッチ、慶明自陣40ヤード付近からの攻撃と変わります。慶明学院自陣40ヤードからファーストダウン点、中央へのランプレー、しかしこれはカバーされており約3ヤードロス。慶明学院自陣37ヤードからセカンドダウン13。
中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜体です。慶明学院自陣42ヤードからセカンドダウン8。ダニバック23番カウンタープレーで中央突破、しかしゲインはほとんどなし。失礼、2ヤードのロスでサーダウン10となります。慶明学院自陣40ヤードからサーダウン10。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要です。ファンブルしたボールを抑えたのは加勢学院77番、したがって攻守交代、ターンオーバー。加勢学院相手陣31ヤードからファーストダウン10。何枠24番カウンタープレーで中央を狙いましたが、これはカバーされており約4ヤードロス。加勢学院相手陣34ヤードからセカンドダウン13。成功。クォーターバック12番、ワイドレシーバー17番にパスを通し、約5ヤードのゲイン。加勢学院相手陣29ヤードからサーダウン8。パス成功。クォーターバック12番、ワイドレシーバー87番にパスを通しました。しかしファーストダウン獲得に至らず、フォースダウンと変わります。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。
関西学院フォースダウン2ボールオン相手陣23ヤードプレーを選択します。ギャンブル2ヤード前進でないと攻守交代です。パス不成功、ターゲット2番、しかしパスはカットされました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。慶明学院自陣23ヤードからファーストアウト。ここで関西学院後半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。関西学院後半1回目のタイムアウトを取りました。相手陣23ヤードからファーストダウンテン、失礼、慶明自陣23ヤードからのファーストダウンテンです。ナイスラン、ファーストダウン。クォーターバック3番、パスを投じようとしてスクランブル、そのまま中央突破しファーストダウン獲得です。慶明学院自陣36ヤードからファーストダウンテン、ナニバック17番トスを受け右オープンへのランプレー、ゲインは約3ヤード。慶明学院自陣38ヤードからセカンドウェイト、クォーターバック3番プレーアクションからパスを投じようとしましたが、これを関西学院77番がキュービーサック、約5ヤードロス。慶明学院自陣32ヤードからサーダウン14、クォーターバック3番パスを投じようとしましたが、これを関西学院がキュービーサック、さらにロス。完成姿勢、慶明学院フォースダウン18、パントフォーメーションを選択します。パントブロック、
このパントは大きく啓明陣に押し込まれた形になり攻守交代となります。関西学院相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴール。中央へのランプレー、しかしエンドゾーンには届いておりません。セカンドダウンと変わります。関西学院セカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。クォーターバック12番中央突破、中央突破を図りましたが、失礼、18番ですか、中央突破を図りましたが、これはゲインなくサードダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終りまして、関西学院中学校31点、啓明学院中学校0点、攻守方向入れ替え、第4クォーターに移ります。